北朝鮮からミサイルとみられるものが発射され、避難の対象地域だった沖縄県では、現在のところ被害は確認されていません。また、那覇空港と浦添市を結ぶモノレール・ユイレールが午後10時47分から前線で運転を見合わせていましたが、午後11時5分に運転を再開しました。最大20分の遅れが発生しているということです。